これはできたかな。できた。ギリギリ。どうなってるかな。見えてるかな。見えます？これ見えてる？聞こえてる？見えてるか聞こえてるか、ちょっとタイムラグがありそうだけど。聞こえてる？見えてる？聞こえてる？大丈夫かな？いやー大変、本当にライブ配信これ本当慣れないな。少々お待ちくださいね。ちょっと待ってくださいね。聞こえてる？大丈夫かな？よいしょ。ちょっとお約束のこれをちゃんと着ないといけないから、ちょっと待ってくださいよ。よっ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。あ、聞こえてる。ちょっと待って、ちゃんと今出ますからね。ちょっと待ってね。髪の毛をね入れるのが結構大変なんですよ。ちょっと待ってよ。よいしょ。ちょっと今行きます。よっ。あ、こんにちは。本当にこれで出てしまった。キャー。ちょっと一応。ふざけてやってると思われたら良くないなと思って、あのこれをちゃんと貼っときました。なんか結構どうなんだろう、これ結構普通に、なんか普通に似合ってるっていうか、なんか別になんか普通っちゃ普通ですよね。なんか着てみて思ったけど、あんまなんか衝撃的じゃなかったかも。どうなんだろう、みんなどう思います？これシュールじゃない？なんかめっちゃシュールじゃない？なんかね、どうなんだろうこれ。いや衝撃的。あ、本当にゆきさん本当なんか意外と普通だったんですけど、もじもじくんとか言って確かにもじもじくん世代の人はこれやっぱ懐かしいですよね。なんか意外と普通、なんか なんて言ったらいいんだろう、なんかね着心地いい、結構。あ、本当ありがとう。え、なんかありがとうございます。そんな可愛いとか言って嬉しいけど、嬉しいんでいいのかな。だから顔テッカテカだから大丈夫？なんか今びっくりしたんですけど、今突然テッカテカだから大丈夫？私これ、え、ちょっとびっくりありがとうございます。本当にちょっと多分ね、皆さんのこの言葉っていうのがあのと私が喋ってるのタイムラグがあのちょっとあるんで、あの反応が遅く感じたら申し訳ないです。全身見てどうす、全身見てどうすんの、なんか映し方が難しいんだけど、なんかそう意外と足まであるって初めて知りました。これ足まであんのっていうか、最近私を知った人だとこいつ何してんだと思うでしょうね、絶対前から知ってる人だったらこういうノリのやつだって知ってると思いますけど最近知った人だとドン引きですよね。すいません本当に。でもね、あのここにも書いてありますけど、至って真面目にやってますこれは、うん、まあやっぱり免疫力アップしますから、うん、なんかちょっとでも笑えればね、ちょっとでもクスッとなるって、それだけで波動域変わるじゃん。なんかなんていうの、あの、まあ、突然やっぱりまた波動の話に入っちゃいますけど、やっぱりちょっと私はもう宇宙理論の話ばっかりしてる人なんで、ちょっとでもこうクスッと笑うとか、え、こいつ何やってんのみたいなえ、ウケんだけどみたいなっていうだけでちょっと波動域がもう変わるんですよね。だそれがあるだけでちょっと自分が軽くなるじゃん、気が軽くなる、ちょっと陽気に傾くっていうことができただけで全然変わっちゃうんで、自分自身がその作りたい未来っていうものをこう想像する時のその波動をこう自分からこう変えに行くっていうことがすごい大切だから、うん、だからちょっと真面目にやってますマジでてかシュールだよねこれでさこれでこんな真面目な話してはあ、お肌ツヤツヤありがとうございます。
真面目に話すとさらに面白いとか言ってウケる。本当そうですよね。どんな顔してやったらいいかなって今日ずっと考えてたんですけど、まあでも相変わらず普通な感じでやるのが一番いいかなみたいな、うん、っていう感じかな。まあちょっと今日3時からねこの生放送しますっていうので、まあちょっと結構中途半端な時間帯なんで見れる人もあんまりいないかなとはちょっと思ったんですけど、ちょいちょいとお話をします。そう、今日ね、みんなにお話ししたかったのは、ちょっとこのサムネイルとか、サムネイルというかタイトルにも書かせてもらったんですけど、今この宇宙であったりだとか、この神様っていうその存在、工事の存在から私たちが今問われていることとは何なのかっていうところをみんなと一緒に考えられたらいいなと思って、今日はねちょっとこのお話をさせていただこうと思いました。なんていうか、宇宙の性質っていうものをちゃんと理解していれば、今からお話しする話が伝わると思うんですけど、宇宙理論っていうものを持って、宇宙の法則っていうものを軸に置いて自分自身が作りたい未来を作るっていう時には、とにかく宇宙の性質を理解することが非常に大切になってくるんですね。で、宇宙の性質っていうのはイエスとしか答えないんです。イエス、うん、だからそのイエスイエスイエスってずっと答え続けるっていうのが宇宙の性質であって、そして宇宙の法則っていうものも細かくというか、大きくっていう言い方かな、分けると12個法則があるって言われていて、そのうちの一つが引き寄せの法則であったり、波動の法則って言われたりだとか、なんだワンネスの法則とかって言われるものだったりとかするんですけど、いずれにせよ自分自身が今発している波動、今発している感情っていうものに宇宙はイエスと答えて未来を作ってくるんですね。うん、だから今このご時世、今このなんだ世の中で起きているこの出来事に対して怯えっていう感情を持っていたりだとか、あとはじゃあその怒りっていう感情を持っていたりだとか、なんかこう人が正しくてこの人がダメでみたいな批判みたいなもの、ジャッジの世界で生きていたりだとか、何でもいいんですけど、どの感情を自分が発しているかによって未来作られるその現実が変わっちゃうわけですよ。自分が見る世界ですね、生きている現実が。なので皆さんはどんな未来を生きたいんだろう、そこをちゃんと宇宙に今問われていて、ちゃんと自分がその感情を発するっていうことを今日この瞬間から毎日毎日コツ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 やっていれば、必ず喜びを見たい人だったら喜びの世界を生きることになるし、怒りの世界を見たいんだったら怒りの世界の中で生きていくし、批判の世界を見ていくんだったら批判の世界で生きていくしっていうものだから、うん、だからそう、ハッピーな世界を生きたいって思うんだったら、その波動をちゃんと今ね発しててもらいたいの。それを今問われてるから、あなたはどのような未来を生きたいのって問われてるんですよ、一人一人が。でも毎日のその情報にこう右往左往しちゃったりだとか、今起きている現実っていうところにどっぷり思いっきりそれを見て、あー辛いみたいな感じになっちゃうと、やっぱりそれに対してイエスって答えるわけなんで、その現実が未来で作られちゃうわけじゃないですか。だから今一度内観してみてほしいの。うん、でこの格好で言うのもあれなんですけどね。もうなんだよこの格好で言うと。なんか結構いい話今日してんだけどな、いい話っていうか、結構頑張ってるんですけど、頑張ってるっていうか。何これ、何これ。本当に、そう、どうしたんですかその格好とか言って、ね、そうなりますよね。これちょっと1本前の動画と2本前の動画を見ている人じゃないと、突然この格好してるのを突然これ見られてる方はびっくりすると思う。だからちょっと1本前の動画と2本前の動画見てからこれ見ていただいた方が展開がわかると思います。そうみんなはね、本当どの世界を生きたいのか、自分がそれをちゃんと今ちゃんと自分を内観して、じゃあ1週間後にはどんな感情を見るというか味わう世界を作りたいのか、1ヶ月後にはどんな感情のそのなんだ感情を味わう世界を作りたいのかっていうのをちゃんと自分に聞いて、そしてその波動っていうものを保つ、
それにイエスってこっちは答えるから確実に。それだけちょっとみんなね、選択をちゃんと自分を内観しながら感情の選択をしていくっていうことをやってみてください。で、そうは言ってもそうは言ってもやっぱり今の状況っていうところで自分の感情がちょっとこうイライラしやすかったりだとか、あとはちょっとこう不安になりがちだったりだとか、なんかこうなんか誰かを責めたくなるようになってるような、そういう自分っていうところからちょっと抜けきれなくて辛いっていう人もしかしたらいるかなと思うんですね。で、そういう方たちは一番簡単なのは呼吸を変えるっていうのをやると、自分の感情っていうもののコントロールができるようになってきます。呼吸、うん、ほんとね、なんだ、自分たちのその感情っていうものと呼吸って連動してるんですよ。なので安心しているだとか喜ばしいみたいな自分が陽気っていうものを保ってる時って呼吸が深いんですね。とってもすごく深くしっかりと呼吸ってものができているっていう状態になるんだけど、怒ってたりだとかそのなんだちょっと不安がちになっちゃってたりだとか陰気の自分になってる時っていうのは呼吸が浅いの、うん、だからちょっと自分がちょっとネガティブ寄りに入っちゃってる、まあ、潜在意識では陽気にいってるつもりなんだけど潜在意識でちょっと陰気に入ってるなっていう感覚がある方はやっぱり深呼吸をするっていう習慣は身につけといた方が自分としては生きやすくなると思う。っていうか本当にこの格好で言ってる人さ伝わります？なんか結構いいこと言ってんだけどな自分で言うのもなんだけど大丈夫？伝わってる？みんな伝わってる？なのな、まあ皆さんのね、きっと皆さんの内側が笑いたかったからこういうのが目の前に登場したんでしょうけど、ハッピー周波数を発してた人たちが今きっとこれを見てるはずなんで、ハッピーじゃね、ハッピーっていうかどうなんだろうかいや伝わってるといいな。伝わってる？あ、よかった、ありがとうございます、ありがとう、あ、よかったよかったそうそう伝わらないっていう人もいる、受ける、そうそう、伝わらない人は伝わらないかもしれない、確かに、すいませんなそう、まあでもなんかとにかく自分のそのなんていうかこう作りたい未来っていうのを今ちゃんと自分に聞くことですね。しっかりと宇宙の法則としてとにかくもう軸にあるのは自分が作りたい現実が未来であるんだったら、それっていうのは今のこの瞬間にどういう風になりたいのかっていうのをちゃんと自分に聞いてその感情を味わっている、そうするとその波動を発してる、その振動数に自分がなっているっていう状態になるんで、それをちゃんとこうなんていうかな、宇宙に波動でお伝えしていくっていうかな、うん、っていうことができれば特に問題ないというか、ご本人として生きやすくなるはずだから、うん、ぜひねちょっとそこだけ気をつけてみてくださいで、しかもなんか私全然知らなかったんですけど今日新月らしいですね。新月って言ったらオーダー出すにはねもってこいの日だから、うん、ぜひなんだ、あ、さっき調べたらボイドタイム、新月のボイドタイムっていうのはなんだっけ、あ、今日じゃないか、明日間違えた、新月明日か、あれ、え、うん、4月23か、ごめん、間違えました、新月は明日か、間違えました、ごめんね、そうだからその新月にオーダーを出すっていうのが一番いいんで、ボイドタイムっていうのは25日だって書いてあったから25日を避けてぜひ新月23日の11時とか12時前くらいに新月入るんですよね、確かね。そこから48時間以内に、そのボイドタイムっていう時間を避けて、オーダーを上げるっていうことをやるとその願いが叶いやすいって言われてるから、ごめんなさいね今間違えちゃった、4月23日の12時過ぎくらいからかな、11時台ですよね確か新月入るのね。だからちょっとまあ調べてもらったらググったら分かるはずなんで、ちょっとそれだけ見てオーダー出してみてください、改めて、うんうん、いう感じですちょっとこれね一応この髪が見えるようにしとかね、至って真面目にやってます本当、うん、やっぱりこれ、まあ、でもこの今この動画から私を見た人は何してんのってしか思わないと思うんで、ぜひ1本前と2本前の動画を見てみてください
みんなの免疫力アップにつながるんだったらと体を張ってみましたっていう感じかな。なんか皆さん聞きたいことあります？特にないかな。こうオーダーの出し方はね、なんだ、自由でいいんだよな。オーダーの出し方ってやっぱり人によって全然違うんで、まあ、ちょっとなんていうか、どんな時にも注目すべきは自分の波動なんですよ。うん、なのでその引き寄せの法則っていうものとかをこうじゃあ提唱してる人ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、その人たちのやっぱり情報をキャッチする時って、に気をつけなきゃいけないのは、その人たちの言っている言葉っていうものをキャッチした時にどのような波動になってるかっていうのがすごい大切になってくるんですね。なので引き寄せの法則を提唱する人たちもやっぱり書くのがいいよっていう人もいたりだとか、言うだけでいいよっていう人もいたりだとか、それこそこういう新月に願った方がいいよっていう人がいたりだとか、神社に行ってお参りをするといいよっていう人がいたりだとか、たくさんのそのなんていうかな、その考え方っていうものがあって、でその情報をキャッチした時の自分の波動が一番大切なんです。自分がそれやってみようっていうすごいウキッとなるような、自分が陽気に傾く、この自分の波動っていうものがこう軽くなる、気がこう軽くなっていく感じがあるんだったら、それを一回採用してオーダーをこう出す、書くってことをやったらいいと思うし、書くのにわーってなるんだったら、やってみようっていう感じになるんだったらそれがいいと思うし、神社に行くっていうことが自分の中でわーそっちの方がすごい楽しみだなみたいな感じになるんだったら、それが正解だから、答えはどんな時にも自分の内側にしかないんで、オーダーを上げるっていうそのやり方、手法っていうのは自分が一番ウキッとなる、なんかわなんかこれやったらマジでやばそうみたいな、なんかわすっごい楽しみなんですけどみたいな、なんかそんな感じになれるものをやってもらうと一番いいと思いますね。覚醒したいです、早く覚醒したいです。ごめんみんなの見れなくなっちゃった。何かアドバイスお願いします。早く覚醒したいっていうか、覚醒してない人って本当はもうこの現代いないって言われてんだよな。あれみんなの言葉見えなくなっちゃった。そうてか覚醒すると決めてくれれば覚醒ってします。でもみんなね、これってね、なんて言ったらいいかな、結構ねばならぬ世代の方たちに起こりがちなんだけど、なんていうか、ゆとり世代の人たちは結構これは上手にできてるかなっていう印象なんですけどね、やっぱり30代後半から40、50、60歳とか、やっぱねばならぬ世代でこう長年生きてきたっていう方たちは、覚醒なんていうかな、覚醒するにはこのくらいの自分になってねばならぬみたいな、なんかそういう感じで感じちゃう人結構多いんですよね。覚醒するって決めたらしちゃうんです。自分が許可さえしてくれればそれは覚醒するんですね。でも確証っていうものがないから、私がそんなことを願ったところで、それを意図したところで、きっとそれは起こりえないんだろうな、だって私はここまでしかできてないもんみたいな、あの人ほどそこまでの技術がないとか、勝手な比較の世界に入っちゃったりだとか、私なんかがっていうのは自己否定の世界に入っちゃったりとかして、実は覚醒すると決めただけで、その波動に自分が入ると決めただけで覚醒はするんですけど、それをしないという方に自分がジャッジの世界に入っちゃってるだけなんですよね。だから許可することです。私は覚醒する、覚醒してるんだで、ちゃんとその覚醒していると自分で決めてさえくれればそこに行ってるから、してない人はいないです。そうそう、覚醒してる場合自覚とかありますか？自覚、あるな、ある、自覚あるな。でも無自覚のとこもあるんだよな。これ難しいな。ケースが難しいな。なんかそのケースバイケースなんですよね。いろんなことが起きるからな。でも面白いのは、覚醒したっていう時にはやっぱりね、物がよく壊れる。ちょっとステージが上がったりとかしたなっていう時は、物が壊れたり怪我をしたりとかしますね。
うん、ワオっていうことが結構起きる、うん、そう自己否定自己嫌悪してしまいます。そうですよね、あのね、でも自己否定自己否定に入ったり自己嫌悪になるっていうことすらもジャッジしないことが大切だと思う。そうすると自己嫌悪とか自己否定っていう世界からちょっと不思議なんだけど抜け始めるんですよね。自己否定がダメだとか自己嫌悪がダメだっていうそのジャッジ、そこすらもジャッジしない、その自分でいいんだっていうふうに自分の存在を受容するっていうことをしてあげると、あの本当不思議なんだけど自己嫌悪もあっていい自己否定もあっていいみたいな感じで、そこすらも受容すると本当不思議なんだけどそこからちょっと離れんの。うん、だからなんか自己否定をしている自分は絶対に責めないことですよね。自己嫌悪になっちゃう日だってあるじゃないですか。そんななんていうか、なんていうか本当だったらさ、そのなんていうかこの なんていうかこう本当天使みたいな人になりたいですよ私だって。なんか私もね、じゃあ例えばあの本当に心が綺麗な人を見るともうなんか私ってダメだなやさぐれてんなって思うわけ。なんか私こんなんですいませんねみたいな感じにやっぱなるわけよ。なんかでもその自分をその責めないこと、なんか確かにその方は目の前に現れた天使のような方は素晴らしいんだけど、でも私は私なりになんかなんていうのかな、前よりも前の自分よりもちょっとずつ自分のその存在をこう変えようと努めてきたし、そしてその自己否定とか自己嫌悪みたいになっちゃうってことはあるけど、でも今日の自分なりによくやってるよっていう感じでちゃんと自分を受容してあげるんですよね。そうするとねちょっとずつねなんかね自己否定みたいなものっていうものも少なくなってくるから、ちょっとそれは気をつけてやってみてほしいな。うん、友達と会わなくなって離れた、あそうそうそう、ありますね。覚醒したりとかっていう時とかステージが変わっちゃうとやっぱりあの人と会わなくなりますよね、それまで仲良かった人と、うんうん、家族のことをオーダー出しても叶いますか。叶うものと叶わないものがあると思う。やっぱり家族のものっていうのはあの 誰だってね出したくなると思うから全然出してもらっちゃっていいと思うけど、とは言っても自分が、この現実世界の主人公であるように、皆さん一人一人が主人公であるように、ご家族はご家族でご家族がこの現実世界の主人公なわけじゃないですか。っていうことはこの人が自分の生きる道を決めていくわけであって、私たち家族というその立ち位置の人間はこの人の人生の舵取りはできないわけですよね。この人がその人生を創造していく創造主だから。でも願いたくはなっちゃうじゃん、家族としてあのこの存在が幸せになってもらいたいなって思いで、あのオーダー出したくなるんだったら全然オーダー出しちゃっていいと思うんだけど、でもその時にじゃあそのオーダーが叶わないっていうことがあった時には別に自分を否定しないこと、そして宇宙も否定しないこと、本人が決めたことなんだなっていう俯瞰した目で見るっていうことが大切になります。うんうん、てか結構いいこと言ってるけどやっぱなかなかシュールですよねこれこれどうなんだろうか、なんかこれなんだ、なんかしかもさ、なんかこうアンパンマンみたいなほっぺじゃないですか。なんか結構ちゃんと真面目に喋ってるんだけどなかなかねこうみんなに入っていくんだろうかな、本当入る人と入んない人いるだろうな、うん、ありがとうございます、大丈夫だよ、うん、ありがとう、慣れてきたとか言って白熊さん慣れてきた、ウケるかわいい、ありがとうございます、そんな言うていただいて、うん、入ってこないごめんなさいねそう入ってくる人と入ってこない人いると思うけど、でもあのこれすらも今の自分の内観に使えるよ。私のこのじゃあ姿を見てあの自分がどういう感情になってるのか、人によってはイラッとするっていうことが起きるかもしれないわけですよね。でもその時っていうのはそれがやっぱり宇宙からのギフトであって、イラッとするっていうその波動に入ってるんだったらすぐ離れた方がいいです。
それがもうやっぱり宇宙からのギフト。今あなたという人が怒りのそのなんていうかな、波動を見たりだとか、なんかイライラするこのピンクの女みたいな、なんだこいつみたいな感じで思うんだったら、自分がそれは自分軸にいるところから外れたっていう状態を宇宙が教えてくれてるから、イコール私ではない宇宙理論の配信者っていう人たちの元に行った方が、今欲しい情報をあなたという人はキャッチできるんですよ。今私を見て陰気を見てる人たちですね。そう、それはやっぱりすごいギフトじゃん、うん、だちゃんと自分のこれ今あるその感情っていうものをキャッチして、そしてなんかなんとなく、まあ、よくわかんないけど、まあ、嫌いじゃねえなみたいなフラットな感じで見てたりだとか、この人面白いなみたいな感じで見てる人たちっていうのは、今私がお話ししてるその言葉っていうところに、あのおそらく欲しい情報が入ってるはずなんで、それをキャッチしてもらったらいいと思うから、ぜひね、こういうあのどんな時にも、あのなんでこういうのが登場したのか、自分の目の前になんでこういうその映像が流れているのかっていうのは、やっぱり自分のこの内側をちゃんと見て、宇宙が何を教えてきてるんだろうっていう目で見てあげるとすごくいいと思う、うん、ピンク星人だと思えば入る何それどういうことそうそうそう、ありがとうございます、嬉しい、分かりやすいって言われるとね、ありがたいです。そうそう、ピンクマン、ピンクマンって嬉しい、そんな花見ができない人のために桜になってくれたんですね、素敵なことを、ね、そうか、桜の妖精だと思っていただければ嬉しいですなんでそんなにほっぺた赤いの、いや、こっちが聞きたいよ、こっちが聞きたいよなんで、私でもね、もともとほっぺ赤いんだよな、そうそう、ちょっとね、なんでこんなほっぺ赤いんだろう、うんうん、そんな感じですかね。質問です、引っ越しするときに気をつけることってありますか、ハッピーアラモードさん。いや、私はなんだろう、引っ越しするときはもうとにかく、なんていうか、なんていうかな、家を探す時とかに まず自分の波動を整えてから情報をキャッチするっていうことは気をつけるから、どんな時にも。なんか自分がイライラしてる時とか気持ちが落ち込んでる時とかっていうのは、その波動域でそのイライラしなきゃいけないいい情報をキャッチしちゃったりだとか、あの自分が不安になってる時はその不安をもっと感じなきゃいけないっていう情報をキャッチしちゃったりとかするんで、まず自分がちょっとあの気持ちがちゃんとフラット、もしくは陽気、ちょっとプラスの状態になってるかっていうところをちゃんと内観して、そしてその状態になってるっていう時に、あのなんだ、お家をあの探しに行く、部屋探しをしに行くっていう感じでやって、まあ大体失敗ないですけどね。まあでも人によってはなんか風水っていうものがね、あのなんだ、お好きな方はそういうのをあのなんていうか参考にやってみたらいいと思うし、なんかとにかくなんか自分のそのやっぱり状態っていうところを常にあの観察して、あのプラスの状態に、本当フラットからプラスの状態にあるっていう時に情報キャッチしに行くっていう、それがすごい大切だと思います。うん、そんな感じかな。なんか聞いておきたいことありますかね。私なんか言いたいことあったっけな。あ、そうそう、なんかね、あのこの桜の妖精のこのこれあるじゃないですか。桜の妖精採用しちゃいますけど、これをあのほら宇宙のなんでこれが届けられたんだろうっていうところで、ものすごく真面目な方なんでしょうね。あのメルマガの返信に、純ちゃんは間違ったものがこのように家に送られてきたら返却しないんですかって、すごく真面目にね、あの質問してくださった方がいたんですけど、あのなんていうか、お支払いしてなかったらそれお返しします。うん、そして あと支払いをしてなかったり、あとは それが手元に届いてすごく嫌な気持ちになるんだったら返却をしますけど、あのこれっていうのはお支払いちゃんとしてあったっていうところと、あとはあの全然嫌な気持ちにならない、むしろ笑わせてくれて宇宙ありがとうっていう感じだったからキャッチしたっていう、そんな感じです。うんうん、はあはあ、頭なでなでしてみたい、ありがたいです、ありがたいっていうかしてもらいたい、頭なでなでいいですよね、嬉しいですよねそうそう、そんな感じかな。
ちょっとね、みんなとの多分タイムラグがあるはずなんでね、ちょっとすいませんね。ああ、以前すごく住みたい物件、あのね、そうそう、前から私のこと知ってる人は、私がね、引っ越したいって言ってたところありましたよね。その物件じゃないけど、そこより住みたいところに住めました。うん。その、なんだ、あそこに住みたいっていうのがきっかけになって、部屋探しをして、本当に半年とか、結構数ヶ月間動いたんですけど、その中でもう一番、もう部屋に入った瞬間に、うーわ、マジ最高だ、やばいみたいな、やっばーみたいな感じの部屋に今住んでます。うん、だあれがいいきっかけになりましたね。すごい良かった。うんうん。表参道ではないけど、港区に住んでます。今は。うんうん。パラサイト隕石の物件ですか。いやー、それはどういうことだろう、どういうことだ。うん、そう、めっちゃ高層ですね。なんかなんだろうな、まあそのうち多分私はまた田舎に引っ越すだろうとは思ってるんですけど、なんていうか、なんか実験が好きなんでね、とにかく、うん、結局なんだ、一軒家じゃなくって高層マンションにまた今住んでるんですけど、なんかなんていうか、宇宙というか天に近いところに自分の身を置いたら、やっぱりもっと直感とかも入ってくるのかなとか、なんかそういうところを思って、こうなんていうか、高層階を選んでいたりだとか、うん、まあなんか、まあでも一番は景色でしたけどね、私はここを選んだのは。もうとにかくテンションめっちゃダダ上がりしちゃったんで、あ、これはここだなと思って決めちゃいました。あ、実験実験、本当毎日実験なんだよな。そうだから、私ほら最近早い日だと5時くらいに寝てるってメルマガでちょっと昨日書かせてもらったんですけど、あれも実験なんですよね。でもとにかく実験の意識しかない今。毎日生きてて実験以外の意識があまりない。うん、5時に寝てるっていうのも、なんでそんな時間に寝てるんですかっていう、質問してくださった方も結構いらっしゃったんですけど、一番は、今の世の中って便利になりすぎちゃって、実は人間も自然界の生物だったはずなのに、自然な生き方をしてないっていう、ちょっと本で読んで確かになって思ったからっていうのがあるんですね。昔の人たちっていうのは暗くなったら別に時計とかっていうものも特にない時代とか、あとこういう電気とかこう発達してないっていう時は普通にこう暗くなったら寝てたわけじゃないですか。でもそこっていうところから文明がどん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 こう進化していって、人がこう夜も起きてるっていうことが当たり前になって、でもその状態が継続してしまったがために自律神経が乱れて、そのイライラしやすい人が多くなっちゃったりだとか、病気がちな人が増えちゃったっていうのを本で読んで、あ、確かになと思って。で今のこのなんか自粛期間、まあ今はなんかもう自粛しなくていいって言ってる人がいたり、うん、自粛は不要だって言ってる人がいたり、自粛した方がいいって人がいたり、なんかいろんなもう情報も出たりだとかしていて、なんかちょっと自分もなんか気持ちがこう何が本当なんだろうなみたいな感じので、ちょっとこう自分の波動が乱れてるなっていうのにちょっと気づいたんですよ。でその時にたまたま見た本で、やっぱりその自然界の動物が自然な生き方をすれば自律神経が乱れなくなって、あまり陰な方向にその意識が偏りがこう起きないっていう風に書いてあったから、あ、そっかと思って、じゃあそれだったら暗くなったら寝てみようみたいな、なんかそんな感じでやったら、でも実際そしたらね、夫婦喧嘩めっちゃ減った。これ本当にびっくりしてます。この実験始めてちょうど2週間くらいなんですけど、うんそうそうそうなの。だからなんかどちらかというと私自身はなんかこの自然界っていうところのなんかこの生き方っていうのを実際ちょっと実践っていう感じですね。うん、すごいめっちゃぶっさって言われてるそうよね、そう思っちゃう方がいて全然自然だと思うから離れた方がいいと思うな、私からは。それがだって実際これが宇宙の法則のさ、なんて言ったらいいんだろう、ギフトだからね、この人。そうかまあそりゃそう思いますよね。
はね同じ時間には寝てないですね。ご自身の寝たい時に寝ていらっしゃいます。うん、っていう感じかな。じゃあまあそんな感じでちょっとなんだ今日ね本当はね1時間くらいやろうと思ってたんですけど、この後ね本当打ち合わせがあってちょっとなんだちょっと短くなっちゃったんですけどね、また普通に配信はさせていただきますんで、うん、ありがとう、不作ないまで言っていただいてありがとうありがとうね。そうそういいんですよ、ね否定する人がいるっていうのは別にこう悪いことじゃないから。私も前までは苦手だったの。なんかなんでそういうこと言ってくるんだろうってすごい思ってたんだけど、なんかなんて言ったらいいのかな、それすらももうギフトなんだよなと思って、なんていうかなんて言ったらいいかな、そう私強くなった、多分本当に昔と比べてっていうか多分1ヶ月2ヶ月前と比べて精神が全然変わっちゃった、マジで。なんか前まではねそうやって否定する方たちにこう囚われちゃって、なんかこう自己否定とかすごいしちゃってたんだけど、なんでこんなこと言われなきゃいけないんだろうみたいな、まあでもそりゃそうだよなっていうのをずっと自分のこの揺れ動くこの感情をずっと見ながらこう否定される言葉っていうものをキャッチするっていうのもすごい苦手だったんだけど、でもなんか今はね、今はなんだろう、そういう方たちがいるから、例えばじゃあ今ブッサって言われたじゃん、そしたらじゃあ次の動画ではめっちゃ可愛く映ろうっていう風なその感情をこうちゃんと育てるっていう方をちゃんとできるようになってきたし、その方たちからするととにかく私自身がこうなんだろうな、こう登場してなんかこう意識がこうなんだ、意識じゃないか、感情が陰気に入るんだったらただ私から離れればいいって宇宙からのメッセージでしかないんで、うん、こんな感じ。うん、ありがとうございます。またやる、またやる。そうそう。なんていうか、YouTube とかもちゃんと、上げていきますから、奈々さんとか、吉井奈々さんとか、あやぱんが、編集してくれてるっていう、動画もこの後上げていくんで、また、それも見てみてください。うん、うん。はい。じゃあ、まあ、そんな感じで、うん。みんなもねちょっとまあ自粛期間っていうか今の時期はちょっといろいろかき乱される、感情がかき乱されることもいっぱいあるかなと思うんですけど、うん、ぜひね自分自身の軸でしっかりと感情を選びながら自分が作りたい現実未来を作ってみてください。うん、ありがとうございます。じゃあそんな感じでまたなんかねシェアしたいことがあればなんだ動画アップさせていただきます。ありがとうねどうやって削るんだろう。ありがとうございます。